あ、メリコさんだ。実りしすぎると結構いけない空気になっちゃうから。おまおじさん、こんにちは。ま、初手は僕、キル抑えるんで。ティ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 。ティリン。まあ、これは、あえて殺さない。え？ま？えっさすがにと死ぬ。ね、情報出しまそうすね。だ。シャワー室からメインホールに行く間の扉の、まあ、真上というか、まあ、ちょい右ぐらいで、死ぬのが、僕そこ通って奥のシャワー助けやってるんで、まあ、6、7秒前かな。6、7秒前で戻って、発見してすぐリポートをさずに、周りに誰かいないか見たら、ニパチと K さんがいました。はい、証言6、します。6、7秒前だったら、K さんは僕目線無理かな。はい、まあ、多6秒、分。まあ、5秒くらい。まあまあ、そんぐらいですね。ここから6。あ、あと、はい、慎多分。太郎ミラと、さん。あ、1個入れて、その慎太郎をおまおちでミーティングずっといたんで、この2人無理です。そうです。時間的にも、慎太郎さん7秒前ってことやったら多分無理やと思い無ま理です。すね。じゃ、状況がわからないと思うので言います。メインホールの右、一番右上の小部屋のところに、ニパチ、羊飼い、ケイ、アメネコの3人が入ってました。アメリコさん。はい。僕で、も言いニましパた。チさんは停電中もほぼ一緒にいたので、ニパチさんのセリフは僕目線ないです。アメああ、ネコそうさなんん目だ。線、僕がないっていうのは、視認している状態になりますので。K さんに重なる形で僕はあの体きれいにするタスクやりって、で、体きれいにするタスク今終わってるんですよ。なので、最後、アメネコさんいなかったのそで、アメネう、コ6、さんが7ど秒こに行っ前。たかは気になってまあす。れ、アメネコいさん、や、どこ行きました？僕あれっすよ。左上のところにいるんで。停電中に一緒に、停電前ぐらいに一緒にいたっていう認識でいい？停電中もです。てか、同じ場所から停出てるの電、で。停オッケー、電、ごめん、ちょっと待っ停て。電前に、そこの、あ、除菌？何情報出せる。体ごめん、洗う。ごめん、ごめん、ごめん。情報出せる。さから、バイタル見ていて、停電前にはもう死んでます。で、三田が貨物室脇です。で、じゃあ三田は俺それ無を理自だ。分で証言していないんだけど。俺無理って分かりますよね、高田さん。なんで？いや、でこきれる。ね、一応ね、もうちょっと絵詰め文字ま合わしせょのタスクを確認した後、診察室降りてって、バイタルチェックでもう死体、死んでる。う。一番初めにメインホールで一緒に入ったのって高田さんでしたっけ？誰でしたっけ？シャワー室のところ。一番初めに入った人。あれ？私は誰キッも名乗っチてンない。脇で無限にキッチンにいました。無限キッチン。キッチン無おじ限キさッん。チン、キッチンおじさん。これはいいキル通ったのかな？ありがとうございます。停電直しまーす。はい。ドゥイーン、デレン。まあ、ボタンを押す人も誰か。まあ、別に今回はキル抑えていいね。いいキル通ったくさいし。ウィ。すみません、ウこっィ。ちあったので、とりあえず K2 パッチを外して話してもらえたら幸いです。もう私、話出た話しので。てもいいですか？どうぞ。はい。どうぞ。アメネコさんがそのアーカイブで湧いて、タワールーム通って、メインホールのその部屋に来たと思うんですよね。合ってます。その時スパイってなかったんですか？なかった。てか、ニパチちゃんが最後に入ってきてるやん。その右上の部屋には。嘘。そうだよ。だって、K さんがいるところに僕が入ってきて、その後、ニパチちゃんが多分、拝殿来てる。あ、本当ですか？じゃあ、そ私が見たとき伝えなかったですね。シャワールームに。う。だから僕目線 K さんが無理っていう話かな。ああ、なるほど。すいあれ？ません。ごめん。下行ってシャワー室？そう、シャシワーャワ室ーだっルて。ーム。シャワー室あ、とごめメインん、ごホめん、ールごのめん。間。シャワー室とメインホールの間ぐうん。らいです。あー、僕、オッケーオッケー。じゃあ、俺、二択無理。ごめんごめん。無理でしょ。ラウンジだと勘違いしてた。勘弁容して赦、もらっていいこですれ。か、本当そういうの。仕事なんですか？ めちゃくちゃ。どうした？高田さんって誰かに、会ってます？キッチン俺？は。俺誰にも会ってないのが自分の白証明にならないから、キッチン脇ゼロです。あ、まあそうっすね。メインホールの方にはは、いです。通れないと思います。そう、確かに。通過していくためには俺は誰かに視認されないと、ここまで到達できないから、じこのゃあ、感じ今で。のところ誰高田目です線無か？容疑理です。者洗いましょうよ。絶対ないと言えない。下手は無理です。僕目線計算が無理で、僕は魚の情報が嘘だった時だけ無理ですね。うん。
あ、じゃあ、本当だった時は無理です。だから魚の情報は嘘じゃない限りは僕は無理です、ね。あ、それ僕も一緒の状況ですね。その、そう、Kさんが入ってて、僕が行っていて、で、僕が女性始めた瞬間ぐらいに停電になってるんで。ちなみに僕は見えてないです。すいません。あの、タスク画面開いてるんで。お二人がどのタイミングで入ってきたかわかんないです。ああ、なるほどね。はい、すいません、そこは。一発の印象的には自分の方が先に入ってたって印象は、メネコさんよりは。そう、私の方が先に歩いてたと思う。いやー、わかんねえ。わかんねえ。俺から問い詰めることできんな、これ。え、ニッパチはだからその部屋から出た死体があったってこと？え、どういうじゃ、そうそういうことだよ。通報したのどっから来たの？通報したの自分ですね。うん、そうか。梅健さんが通したんじゃない？梅健さんが喋ってたから梅健さんどうする？あ、ボタン、まあボタン押してたけど、まあ先に押されたぐらいで一緒に見てます。発見。なんか正直詰められたらアメリコさんローラーで死にそうな位置にいるんですけど、まあ僕はインポスターなんで黙っとこうかなと思いますね。でーでてでてー。でるん。まあキル抑えていいと思うんだよな。アメリコさんが初手キル取ってくれたから、多分ね、タスクもまだ全然終わってないと思うから、まあここは白を取ろうかな。おまおじさんはね、結構俺のことね、印象よく見てくれてるから、あんま殺したくないんだよな、正直。あら、ナイス。はいはい、デレン。あー、展望デッキ1か。そこかよ。それは殺せないね。まあ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 。え？若干遅延した方がいいかな、これ。え？治った。ニパチさん、こんにちは。アドミンか。アドミンダメ。アドミンなんか見たらダメですと。キッチン、てて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 てれん。ん？死んでますね。ニッパチ13秒前です。13秒前。13秒前だったら僕はほぼ無理なことをみんなの視点で証明してもらえるわ。アメネコどういう経路だったかちょっと教えてもらって。僕エレクトリカルからメイン上がってって、でメインから今アーカイブ行って、アーカイブで K さんといるから、うん、僕は無理ですね。13秒前だとしたら、ケンシたちとすれ違ってるのが多分10秒前ぐらいだから。ちょっとアメネコさん無理ですね多分。はい、ボタンそれが本当なんですけど、ニパチさんね、コミュニケーションに来てたはず。コミュニケーションどこだっけ。コミュニケーションサボになったとき来てなかった？慎太郎くんと俺と、あともう一人ぐらいいたと思うんだけど。2回目の方どっち？ 2 回目 ?1 回目 ?1 回目。1回目は僕です。1回目はいなかった気が。あ、マジか。あ、ちなみに2回目直したのが僕なんで。あ、それはそうやと思います。見てました。で、その心電図情報が正しいんだったら、おまおじさんも無理っそう。13秒前が本当だったね。宝さんは無理っすね、多分。そう、見た高田は絶対無理やな。てかさ、1日目ってさ、見た魚が無理っていう話出てたじゃん。はいはい。で、ケイシはキッチンにいる、うん、いたんだよね。いた。それは、他の人に目撃されてないもんね、逆に言えば。うん。じゃあ、本当はもう 100% 無理。ほぼ違うから。だからね、てかね、てか、梅健さんと僕ローラしてほしいかな、今日から。なんで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 。だって、ニパチさんが死んでるからですね。そうそうそう。うん、ニパチさんが死んでて、ニパチさんと僕、なんかニパチさんがね、僕ちょっと証言が違うと、僕が先入ってたと思うんだけど、ニパチさんがああ言っちゃってる以上、僕も容疑者になっちゃうから。ごめんね、一応魚証言しておくんだけど、多分ね、コミュニケーションやっぱりニパチさん来てると思ってて、コミュニケーション終わった後に、あ、1回目ね。で、慎太郎君と俺がコックピット行きました。多分ニパチさん右の方に行ってるから、うんうんうん、エンジンルームからメインホールの方行ってると思うんだよ。で、俺がエンジンルーム。あ、合ってないっす。マジ？なんで？出るのは多分僕と慎太郎さんと。アメネコさんね、アメネコさん視点、停電中に、アメネコさんがシャワーしてる間に K さんが出て殺したらできないですか？いや、ニパチさんが無理って言ってたので、
ってあれ言ってなかった。いやこれ無理だな、これ無理だな、まあ、あ僕とりあえず僕ボタン押します、僕ボタン押します。やめ猫さん、魚が怪しい。違うのこれ。いや無理、いや無理だよこれ。ロラは魚さんがある。あ強いな議論。ボタン本当に押せんかな。てんてんてん、まあ一応ボタン押しに行かなくていいや、めんどくさいんで。ワンチャンお土産してくれるからね、ワンチャンお土産してくれるから。てん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 てれん、てろりん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 。ナイス。41577。あ？反対側おらんのか。あら、どうします僕ら。41577。あら。ん？何これマジ。アメネコがキルしてました。え、ケイシ、え、ケイシ無理だよねさっきのも。最初聞こえなかった、最初聞こえなかった。アメネコがキルしてました。ケイシが目の前でやってたんだけど、ケイさん。いやまあでもアメネ、あれ、まあ、アメネコさんでいいんじゃない。アメネコさん落としていいんじゃない。え、ケイシって無理なんだよね。ね、ごめん、アメネコ落としで1インポスターほぼ落ちると思うから、そうなると高田健司まで入れるかどうかじゃない。え、てか高田さんって隠し色じゃないの？剣士ってさっき無理なんでしょ？あ、一点言います。全体視点でローラーがか、遂行されており、うんうん、その時に梅剣アメネコ、梅剣からスタートしているということは、梅剣アメネコどちらかにインポスターがいるという視点で俺は釣りが入ってると思うのね。うん、そして、この状況下で釣りが、キルが入っているということは、俺の相方は梅剣でしかないので、とりあえずアメネコ釣ってください。あ、アメネコ釣りは静着だと思う。その後のターンはタスクで勝てばいいんじゃないですか、俺がインポスター。だからアメネコ目線は、高田健司ともう1インポスター落ちてるという認識で OK？ そうです。俺がインポスターだった場合は100梅剣で落ちてるよ。てか梅剣さんで落ちないとおかしいね。てか、ケイさんも死んでるし、さっきの 1日目でやると、僕目線梅剣さんで落ちてるから、僕が釣られるの OK だけど、僕目線のラストルフは剣士っていうのだけ伝えとくね。ちなみにはいいか、それでほぼ積んでる、これ。あの、剣士も。あの高田健司ってさ、メインホールで俺とすれ違って K さんと一緒に追いかけてた時どういうルートで行ってます？ん？直接そのままだよ、昇降機の左側に。昇降機左、オッケー。まあ大胆すぎないこれ。大胆でしょ。あ、俺が行ったらた場合って、ね、もうラス1だから。そうですね、あのタスク頑張ってもらう。1、2キル目梅 K さんがやってるっていう主張ですよね、多分アメリカさん目線は。あ、てかそうなるかな、だってK さんも死んで、ニバチさんもやられてるから、梅剣さん以外の容疑者いないから。アメネコインポスターだった時の相方を見た方がいいんだな。魚。あ、そうそう、だから初手キルアメネコさん。え、俺キルできないよ、多分位置的に。初手キルはアメネコさん無理だから。え、そうなの？え、そう。それって魚さんの心電図情報じゃない？だって。そう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 、スキップした。あとなんかニパチの情報のあれがめっちゃ魚インポスターかなと思っちゃったんだけど、違うか。とか、剣士がとりあえずラスト。それだけ。どうしようかなこれ。ダウンロードやってるふりしてボタン押すのかなこれ、ワンチャン。でれん、まあいい位置にはなれたかなこれ。でれん、まあ、まだ焦る必要はないと思うんですよね。せっかくアメリコさんが暴れてくれたんで。まあボタン押そうか、一回ここは。まだ俺ボタン押してないよ。あ、押したっけ俺ボタン。いや、死体発見だから押してないか。停電が全然直らん。はい。タスクがあと3つかな、俺。
ラス1。いいですね。僕結構残ってるかもしれないです。あ、僕もちょっとまだ、はい、俺もあとちょいだな。2回今展望のとこで停電を直そうとしてた最中だったんで、これ1個確認があるんですけど、さからさんって最初誰が死んだんだっけ？沼倉さんか、ね、沼倉さんが死んだタイミングで、心電図情報が正しいんだったら、うん、アメロコさんが無理っていう証言出しましたっけ、さかなさんが。いや、俺からは出してない。俺はただ単に心電図を見た情報で、停電が起こる前にもう死んでましたよっていう証言から、三田くんが貨物室にいたことから、ベント使って移動っていうぐらいしかないから、基本的にそれの線がないから三田くんが犯行は不可能ですよっていう証言ぐらい。じゃあさかなさん視点も一人インポスター落ちてるっていう前提で進めてるということは高田さんになるんですか、最終は。いや、ね、それはあくまでも安倍猫がクルーだった場合でもいい。ああ。要は安倍猫と高田編集にインポスターって成立しないと思ってるから、安倍猫で落ちていた場合は、梅健さんがまず白、クルーで、高田健二はインポスターで、もう一合、あ、じゃあ、梅健さんと高田編集のインポスター同士、安倍猫目線がね、クルーだった場合。高田さんって沼倉さんキルできるんだっけ？できない。いや、ほぼ無理やと思う。で、キッチン脇一人なんでしょ？そう、で、誰からもメインホールらへんで目視されてないから。で、アメネコがインポスターじゃなかった場合は、あ、インポスターだった場合は、高田健士が白になり、もう一相方がどっかにいる、うん。いや、ほぼ初日のキルが高田さんの犯行ではないという証言ができている高田さん、その高田さん張本人がアメネコさんのことを見たって言ってるんやったら、高田さん隠し白に置いての軸の方が僕と慎太郎さんは考えやすいかな。高田さん2キル目は持ってる。そう、2キル目がね、満たしてん絶対できないのが。そうだね。そこで証明しちゃってるから。白だと思います、ね。僕は高田さんの白を信じて、満たさんの白を信じるなら、慎太郎さんとずっと行動していたことから、高田さんが2人目。うんうん、俺だってミーティングルームでお前さんと会ってるからね。おお。あ、つらないんだ。なんかお祭りなのこれ。終わりな気するけど。あ、それいけっかなと思っちゃった。あ、そっか、ローラー入れればいいのか。俺で終わらなかった場合ってどうなの？それってまず。魚さん会いに行きたいな。魚さんの目の前でキルしたいな。それでほぼ勝ちかなって思うんだよな。止まっとこう。キルクールタイム貯めたい。行こうか。誰かコミサボで集まってないかな。これアメリコさんがマジでいい盤面作ってくれたからやりたいですね。あら、はい、うん、あとどんぐらいだったタスクの残量、ダウンロードだけです。これあと3つ電気このターンで終わった、ね、ああオマージュが何個って、僕電気室のややこしいやつが残ってますだけ、レバーあともう1個、シャワー室のやつが残ってます。あ、僕展望デッキのやつが残ってますだけ。いや、あといくつか、あと3つぐらいかな、確かに。ああ、でも、おまわりさんに聞きたくて、ニパチさんが死んだときって、俺、ミーティングルームの階段を一緒に上り下りしてるはずなんですけど、はい。で、あなたが、おまわりさんが、ミーティングルームのボタンを押してますよね。いや、まあ、いいや、てか、おまわりさんってもう白証明できるんだっけ、はい、誰か。いや、慎太郎さんと同じ、おまわりさんは、1キル目、2キル目は関与できない。なぜかというと、初日のキルは、おまわりさんと一緒にミーティングルームにいたんでできないです。で、2キル目は、梅健さんの心電図情報がこれ正しいから、13秒前って言ってるんですよね。確か俺、その辺で、おまわちさんと結構一緒に行動してるんで、そう、だから僕目線、おまわちさんは、ほぼ全てのキルに関与できないから、そう、ここはもうほぼずっとつながって一緒にいるから、それを鑑みた上で、高田健士、白の軸で、三田がし、その高田健士が三田をしろと言ってるなら、もう商業法で魚さんしかないんですよ、僕は。本当だ。ね、一応ね、見たおまおじさん、慎太郎くんが3人お互いに白証明が取れるのであれば、折れずり飲めるんだよ。なんでかっていうと、折れずりで終わらなかった場合、高田健士釣りができるでしょ。ああ。釣る？全体の意思に合わせるよ、俺は。タスクが違う、どうなんだろうな。で、とりあえず、逃げるのは全然僕は抵抗ないですね。でもね、俺、仮にさかなさんがクルーメイトの場合って、多分インポスターはさかなさんにすると思うから、ね、俺は正直ね、そう、俺は死んだ方がいいと思っているって感じ。タスクあと1個。で、だけど、ボタンを押してもらわないとちょっときついかなと思う。慎太郎どうしたのこれ。僕はもう魚さんに入れましたね。インポスターが濃いと思うし、違った場合でも釣んないと、多分4人盤面、3人盤面で釣っちゃう。OK。
じゃあ俺も自分に投票入れるから、基本高田健志郎線を追ってほしい。え、これ違うとかある？マジ？いや、終わんない終わんない。うん。終わるんでしょ？いやいやいや、終わるんでしょ？もう今日入っとるやない。だから俺自分に入れてるから。本当？え、本当に？そうそう、いや、終わんない。100% 終わんない。まあ、知ってる。終わんないのは知ってる。どういう切りしようかな。まあ基本的に余裕はあるからね。ここでは殺せんな、さすがに。いや、これ無理か。三田君にワンチャン発見されて出したら、やば、あぶねえ、ふぅ、いやー、やっぱスキップでよかったか。いやー、慎太郎くんナイス。ありがとう、アメリコさん。助けられた、助けられた。めちゃくちゃ利用されてるやん。ありがたい。いやー、申し訳ない。絶対慎太郎さんじゃない。もうちょっとやめよう。普通で勝つのやめよう。ちょ、今日タスク終わんない。終わんないっすね。ね、多分タスクが間に合わないから釣り入れるって感じになっちゃうね。うこれどちら、え、どういう状況だ？慎太郎くんってさ、誰、これした僕は2発3殺してる。マジで？どこで殺してる？どこで？コックピット。アドミン情報見てたら殺されました。ああ、そっち行ってたんだ。2発3殺してすぐにおまじさんと合流したって感じかな。ああ、なるほどね。あかんわ、もうめちゃめちゃ信じてた。2発3殺してたよね。はいっす。コミュニケーションサーブになった時来てたよね。そう、行ってました。あ、ようだよね。いやー、でも。インポスター勝つのかな。今日インポスター勝つの方が多いんじゃないかな。いやー、しょうがないしょうがない。こうまかしてよ。楽しい。マジわからなかった。本当にずっといたんですよ。いやー、もうこれはね、全員悪くない。おまおじだけが悪い。なんて。なんてことだ。おまおじだけが悪い。まあ確かに、でも確かに俺が悪い比率絶対高い。ちょ、まかんて、汗かくって。まあ、ちなみに、ニバチちゃんに言っとくと、ニバチちゃんが先にいるっていうのが正しい。ね、ああ、そう、はい。僕は、後から言ってるんで、先、僕から言ってるっていうのは、あれは。ニバチ、自信を持て。自信を持て。はい、